やっちゃようよんー、ラです。そこで、今日もやっていくんですけど、今日はね、えー、20勝チャレンジがあと2時間ぐらいでね、えっと、来るということで、えー、これですね。 入賞チャレンジ。あと1時間と20分ですね。で、今日は生放送、ラットのね、チャンネルでやる生放送に、えっと、出るんですけど、えっと、そのね、あのー、一応知らない人用に言っておくと、あの、4時間の間に、あのー、KK と僕と、ラットと焼き鳥と、あと、天ごとですね。で、えっと、4時間、時間が与えられてて、その中で誰が早くね、一番早く20章するか、みたいな感じでね。で、えっと、 その20勝する速さによって1位の人はこういう景品がある、こういう景品があるみたいなね。そのは、速さを競うみたいなね。そういう生放送なんですけど、えっとね、今日のね、やるんですけどね。えっと、それに向けてちょっとデッキをね、えー、解説していこうかなと思っていて、えっと、一と日とか昨日とかね、結構ペッカラムに関して解説したんですけど、えっと、それでもね、十分勝ち得るんですけど、僕もう一つ悩んでてデッキがこれですね。えっと、前シーズンマルチでドラ上げしていたデッキなんですけど、これがね、ちょっとクロスの 情報によって、えっと勝てないかなって思ってたんですけどね実はね勝てちゃったりしたんですねでえっとケンツメシが俺よりねやっぱこのデッキうまいんですよ前シーズン6位フィニッシュなんでで色々聞いて学んでたんですけど彼はねもともとあのあれだったんでその 人気をずーっと使っててね、マジアシャ全盛期とかも人気をずーっと使ってて、もう人気がね、上手い人なんですけど、それでね、えっと、色々聞いていて、こういう時はこうした方がいいみたいなね。結構いろんなことを聞いて、クロスにもね、全然貸してたんですよ、情報後のクロスにも。で、結構ゴレに負けたりだとか、あったんですけど、これね、これ相手上手かったんですね、めちゃくちゃ。 とか、あとラバーに負けて、このクロスですね。なんで、えっと、リップ解説をもう一回、えっと、20章チャレンジに向けて、ペッカラムがね、使いきれない人は、えっと、これの方がね、回転が早かったり、まあインドラとかね、ランバーがちょっと違うカードが入っているんで、えっと、こっちの方が得意な人がいるかもしれないんでね、こっちのデッキも解説していこうかなと思います。ってことで、えー、まず、2倍速で見ていって、あの、気になるとこだけね、止めてねっていう感じでやりたいと思います。よいしょ。 やっぱね、俺結構 YouTube とかでも見るときも2倍速がいいなって思っちゃう派なんで、ちょっと2倍速で今日はやっていこうかなと思います。ライスゴーレムとかね、初手はやっぱ相手が、相手の出来は分からないんで、こうやってね、あのー、なんだろう、う足が遅いユニットだとか、えっと、コスト軽いユニットをね、バンバン後ろから切っていって、こういうポイズンとかね、あの、手札回しでバンバン切っていくんですけど、これでコウモリとか切っていって、はい、という感じでアイゴリ切って、これクロスくるかなと思って左にめっちゃ構えてたんですけど、 きましたね。これで、えっと、最初に、ランバーラムで溶かしていって、ちゃんとね、あの、惜しみなく、あの、タルバーも転がしていきます。で、じゃんじゃん進んでいって、えっと、そうですね。で、あとは、えっと、アイゴレを切ると相はクロスを置いてくるっていう、そのね、あの、大体のテンプレな動きなんで、やっぱりその、こういう小物がいっぱいあるカードデって、あのー、アイゴレが基本的な陸の受けなんですよ。だからこうやってアイゴレを切ると、なかなかね、 そう。で、これで0時かかって、えっ、ー、と、ラも投げという感じで、で、これでテスラをね、またし、あのー、使わせて、今度はね、クロスさせてもテスラが出せないって感じで、あいたクロス立てれないんですよね、これ。まあ、立てるって防衛クロスですね。 なんで、えっと、またね、ちゃんと、ランバーとか後ろから切ったら、本当はね、ここ、あの、今、右の後ろからランバー切ったと思うんですけど、えっと、ここね、えっと、後ろから切ったら、基本的に相手はクロスとかね、置いてきたりして、うわ、陸の受けがね、ってなるんですけど、あの、テスラを切った後んでクロスを受けないですね。だから、テスラを切った後とか、なんだろ、アイゴレを使った後とかね、あの、ちゃんとしたクロスを置いても受けれない、相手を受けれない程度の時は、こうやってブッパーしちゃっていいですね。 後ろから形を作っていってって感じですね。で、ここをどんどん行っていって、もうあと、結構その、相手のクロスの、ね、位置がやってたんで、こうやってね、あの、無駄にエリクサを使わせることができて、バンバンご利用しですね。もう、ここで。で、バシバシ、ポイズン2発圏内まで持ってって、こうですね。であとはポイズン、あの、こうクロス読みの、インドラ外れちゃったんですけど、えっと、これポイズン塗って、ま、アイゴレで受けて、 雪玉打って、コウモリロリババーでポイズンねじじですね。ポイズン2周回すので、呪文を2周回すのはめちゃくちゃ早く回るんで、そのポイズン打ってから2コス4枚回してポイズンするだけなんで、チョロ級ですね。ってことで、えー、こんな感じですね。あともう1個ぐらい解説して生マルチ行きたいと思います。うーん、どれかなペッカかな多分ペッカラム、これ工場か。うん、勝ち方わからないと思うんですよね。そのね、ペッカを基本的な、 まあバルーンとか多分誰でも勝てると思うんで、ペッカ解説していこうかな。えっと、基本的な動きとしては、相手はペッカの後ろにエレキや、 基本的にそんなんだろ。相手がケツペッカをするんですよ。それが攻撃のチャンスで、相手の。基本的にランバーとか、えっと、タルババ、雪玉、コウモリがいるんで、細かい攻めは通らないんですよね、相手の攻撃は。そう。陸がない時に言うのをさすとかだったら、まあ、通る、当たり前なんですけど、通るんですけど、それ以外通らないんで、とりあえずこういう風に細かいカードで受けていくんですけど、こっちがね、ラムっていう攻めのカードを切ったら、相手がケツペッカをしてくるんですよね、上手い人はやっぱり。で、その時の、えっと、対処法というかね、あの、処理する方法をね、見てもらえればなと思います。 で、こういう感じなんですけど、これでね、えー、適当に、ラム後ろから切っていって、相手はペッカで受けるのかな多分。そう、エレキで受けてもポイズン垂れて、もう一体ユニット出さなきゃいけないってい状態になるんで、相手はね、まあペッカキは正解っちゃ正解ですね。で、これで、一発強い、これが強い。レイジンに挟える。いや、強いね。で、これなんですけど、えっと、ここですね。えっと、エレキをね、絶対に後ろにつけられるんですよ。だけど、まあそれはもうどうでもよくて、これ、アイゴレで逆性ウォーキグして、あの、行くだけなんで、 ね、このデッキザップがないんでね。そうで、ね、アイゴリ逆イウォーキンしてポイズン塗っていくと。 という感じで、ではいはいはいと。で、逆性ウ金できなかったんですけど、結局ね、これね。なんですけど、まあちゃんと防衛ポイズンと、まあ、エレキ来るかなと思って構えして来て、パッて言ってね、画を巻き込めて美味しい美味しいなんですけど、で、これ、ちゃんとしたね、エレキを受けれる行くはね、ちょっと少ない。エレキいないと、あの、このランバーをね、受ける受けが、受ける受け、やばい、ちょっと。えっと、ランバー受けるカードがないんで、あの、こうやってね、ランバー、単体ランバーも結構ね、あの、おしゃすね。おしゃポイント高いです、これは。 で、これ、雪玉打ってあげて、カウンター防止ですね。で、これで、えー、まあ言うの適当に受けていき、はいはいはい、という感じで、これでエレキが、あと2発殴ったら、前進むなーって感じで、コウモリ構えておいて、ちょっと進んで、コウモリですね。ちょっと。囲んであげて、オー o k オーと。いう感じで、ダメアド、2500ほど取ってますね。うん。で、あとは、相手は、こっちがね、攻めて、相手はアド取ってるんで、こっちがラムないっていのも多分分分かってるんでね。ケツペッカしてきますね、多分。はい。 で、ここで、そうですね、はしまえ。で、これなんでランバーしたかっていうと、もともと構えてて、これケツペッカ来るタイミングなんですよ。これは自分が分かってるんですけど、ラムが俺が手札に持っていないから、ちゃんと攻め切ることができない。そしてサウンド取られてるんで、えっと、ランバーラムとかしてもね、参加ゴともう一枚プラスとか適当で守られちゃうんですよね。そう、それで、あの、ケ、ケツペッカに、えっと、エレキとベビドラ工場って付けられて、ゴリオシさんから取られるケースが多いんですけど、このペッカをね、あの、ケツペッカ出してからはしまえランバーしたらこれ受けれないんですよ。そう、ペッカで受けれないんで、そこで あげるると同サイドにねこうやって固まるんで、すよねで何かしらペッカの後ろにつけたいユニットを探せることができるんで、インドロで全部美味しくいただけるっていう感じですね。でこれ適当にタルババ、テクマンションのタルババ切っていって、えー、アイゴリの逆イ誘導、でポイズン、で、えー、とコウモリを後ろで囲んであげるという感じで綺麗なウケですね。これすごい綺麗ですね、このウケは。でこれラムちょっといらなかったかなっておしゃ、おしゃをね、したくなってね、あの適当なラムを出してしまったんですけど、これちょっと抑えられちゃって、なかなかまずかったですね、これは。 で、もう一回同じように、えー、真ん中寄りのインドですね。で、インドラなんですけど、これ左端、右端か。右端に出さないで、えっと、真ん中に出すには理由があって、ペッカは絶対にインドラプラス逆サイボーキンじゃないと抑えられないんですよ。で、抑えられなくて、だから、こうやって逆サイに歩かしてあげて、これミスったんですよね、そんで。マジで。これがね、マジ大変だった。これで、バーンって、雪玉打っても、 ほんと本気のボーイスね。これで。で、これでね、ダメージめっちゃ追いつかれるんですよね。ここ本体は逆戦イボーキン成功してればもっとね、効率的に抑えて、しかもカウンターでね、あの、多分勝てたと思うんですけど、そう。ペッカー、相手消すペッカーしてきたタイミングはピンチでもあるんですけど、ちゃんと抑えればめちゃくちゃアドが取れるんでチャンスでもあるんですよね。で、これで、えっと、とりあえずこんな感じで綺麗に綺麗に抑えていって、はいと、オシャレ雪玉していって、これ入ります、ドンと。 いう感じで、まあ、アドは一緒ですね、この時点で。まあ、アドは一緒なんですけど、いいですね。これアイゴリいらないな、どう考えても。エレキとか来るかなと思ったけど来なかったですね。で、もう一回、ケツインドラ。これがね、工場で多分、ハシマイペッカに来るかなーって感じなんですけど、これがね、そう、だから出されないように、もうペッカ出された負けだったんで、えっと、こうやってもう、逆イ攻めてあげて、って感じですね。 で、あとは、えっと、タルババでね、ちゃんとレイジが落ちるんで、あのー、あとは、このレイジの中で頑張って防衛するって感じですね。はいはい。で、U の来ることも分かってたんで、とりあえずもう、適当にね、コウモリ囲んであげて、雪のバーン撃って、はいはいはい、美味しい美味しいと。いう感じで、これタルババ撃たない。こう許容だ。 こう許容ですね。これなぜ許容したかっていうと、絶対に呪文圏内までは削れないと思ってて、たるままただにサード取られてるんで、次のね、あのー、ポイズンだけで落ちるないんですけど、ポイズン雪玉って言ったないと、自分のあ相手のタワーがね、落とせないんですよ。なんで、えっとー、ここをね、許容してあげると、エリアードがね、トントンになるんで、次の攻めがちゃんと守れるんですね。で、こボ防衛ポイズンしてあげて、相手がね、攻め急がないと、あのー、呪文だけで落とされるって分かってるんで、相手もね。 で、こう攻め急がないといけないんで、これ入ったアルバムでちゃんとね、手堅く防衛してあげて、はい、はい、はい、という感じで、やっとこれで落ち着きですね。で、ここで、えー、はいと。ラム投げてあげて何かしらユニット引き裂いて、はい、えっと、骨のポイズン打って、雪玉の GG ですね。あとは、まあ何が来てもね、勝てるっていう感じで、雪玉バーンと打って GG と。いう感じで、割とね、こんな感じで、勝てるんですね。 なんでね、結構、ペッカー、まあ、ペッカ工場であったんですけど、ま、ほんと立ち回り次第ですね。僕は、えっと、どっちがいいとかではなくて、えっと、どっちも、ペッカ工場、違う、ペッカ工場、ま、あペッカ工場もいいと思うんですけど、ペッカラム、俺を押してるのはペッカラムと、今紹介したこのンギですね。ンギでもね、どちらでもいけると思ってるんで、正直今日の生放送ね、どっちでいくか悩んでるんですけど、うーん、どっちにしようか、マジ悩んでますね。で正直、でも本当にどっちでもいいんで、えっと、 あの好みの方で、ね、使っていただきたいなと思いますいやばいちょっと裸をカットしなきゃ12分うちめしゃち来たなんでだよまじ、うん、で。うん、なんか悪いことしたかよ <laughs> 始めますやらつさんよいしょよいしょはいということでちょっとや、ね ははんました。えー、なんですけど、これね、えっ、ー、と、いいと思うんでね、ぜひね、やってみてください。ということでね、今日の入賞チャレンジね、今日はえっ、ー、と、解説のみになっちゃったんですけど、多分ね、この、細かい系の、 やつで、クロスとね、個人的に苦手だと思ってるのがクロスですね。クロス。クロスは、正直、あのー、上手い人だと、多分同じ実力だったら、ちょっと厳しいかなって感じですね。ただ、勝ちに行かないで引き分けを狙えば、相手が攻め急いできたりだとか、まあ、本当に上手い人って、勝ちに来ないんですよ、逆に。だから、多分引き分けるんですけど、相手がね、こっちがね、ずっと、ね、で、クロスには一つポイントがあって、さっきの立ち回りではやってなかったんですけど、えっと、アイゴレで受けて、呪文だけをね、3枚。 出すっていう、クロスに3枚出すっていう、立ち回りがあって、えっと、それもね、ユニットの交互でやってあげればいいと思うんですけど、その、相手がね、ユニット、どうせユニットでやっていくんだろうと思って、テスラクロスがしてくる場合があるんですよ。そういう時に、えっと、アイゴレで逆サイね、歩かしてクロスを受けてあげて、ポイズン打って、えっと、タルバブって、雪玉打ってってやると、えっと、その4枚でね、クロスを完封することができるんですね。そうすると、手札にユニット4枚が、あの、残るんで、後ろからね、どんどん避けて、手札も腐らないし、クロスも受けれるって感じで、なんで、ちょっとね、困る ななこれれ受けけけけねえなって時は呪文だだでさしかもね、事故らない。呪文絶対確実にダメージが入るんで、絶対事故らないおすすめですね。ということでね、えっ、ー、と、このデッキも紹介していきましたね。まあ、どちらかっすね。本当に。まあ、生放送を見てもらえればね、わかると思います。 マジ悩んでます。マルチでもね、両方使ってて、ちょっとね、マジどうしようかなって感じなんですけど、まあね、えっと、これをね、参考にしてね、えっと、このね、動画を見てくれた人にはね、20章していただければなと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。今日の生放送楽しみにしてください。ご視聴あーしょ